今日は9月6日です。今年は9月に入ったというのにですね、猛暑が続いています。おかげさまで先週末の土日はたくさんの方にまたアリエッティ見ていただきました。それから東京都現代美術館でやっている仮暮らしのアリエッティ種田洋平展の方にも本当にたくさんの方が来ていただいたようです。この展覧会ももうしばらく続きますので、まだの方はぜひ行ってみてはいかがでしょうか。ということで今日はその美術つながりで一冊本を紹介したいと思っています。というのはこれです。タイトルがですね「ジアート・オブ・仮暮らし」と書いてありますけれども、仮暮らしのアリエッティのジアートという本です。徳間書店から出ていて値段は税込みで2900円ということになっています。これどんな本かというと、ほとんどのジブリの作品の映画はこのジアートシリーズが出ているんですけれども、つまり監督とかメインスタッフがこの映画を作る時に使った、いろんなイメージボードとか、それから美術監督が書いた美術ボード、それから実際の BG なんかを、収録してですね、皆さんにお伝えする本なんですけども、例えばちょっと開けてみますと、例えば、こういうところを見ていただくと分かるんですけど、アリエッティというキャラクターができるまでのいろんな試行錯誤というかですね、キャラクターなんかが紹介されています。これは米林監督がいろいろ書いたものです。その他にもですね、例えばこれなんか見ると、実際の映画に使った、これは BG かなと、それから、いろんな、これはレイアウトのようなスケッチですね、こんなものも入っていますし、とにかく、この映画の、いろんなシーン、非常に美しいと非常に評判が高いんですけども、映画の中ではほんの一瞬で終わってしまうようなシーンをじっくりと眺めるにはこの本がもう本当にベストなんじゃないかなと思います。他にも米林監督や、その美術監督だった竹重さんや吉田さんのインタビューも入ってますし、おまけに巻末にはですね「仮暮らしのアリエッティ」の完成台本というのが入っています。完成台本なんですけども、これはアフレコ用完成台本と書いてありますね。こんな感じで台本も入っています。これでですね、実際の映画の中でほんの聞き逃したようなセリフとかですね、あの時アリエッティは何て言ってたんだろう、翔くんは何て言ってたんだろうという、そういうセリフなんかも文字で追うことができます。非常になんか盛りだくさんの本だと思います。ということで「ジアート・オブ・仮暮らし」、これ今本屋さんで絶賛発売中です。アリエッティのコーナーとかジブリの本のコーナーに行ってみてはいかがでしょうか。皆さんに手に取ってご覧になることをお勧めしたいと思います。